なんか天才とか真空とか、空位ですね。もう夜中ダメだ、うおーってなってるから、こんなとこ関係ない、もう浄土天国に行くんでーすっていう、それが、まあ、空原神の話。はい、どうもこんにちは、ここめやチャンネルの俊介です。今日は日本思想の第3項、平安時代の仏教についてやっていきたいと思います。平安時代は前半と後半で全然大きさが違うんですよ。なので、まあ、ちょっとね、そこ分けて説明していきたいと思います。前回も言った通り、こう政治に仏教ってものががっつり関わってきてしまったせいで、結局仏教ってのは腐敗して、それで政治もうまいこといかなくなってきてしまったんですね。なのでそこからもう仏教一回引き剥がすと、政治を一回引き剥がしたことによって新たな潮流が生まれたわけです。それがこう、まあ、今までね、中学校とかの習ってきてると思うんですけど、この最澄と空海の二人です。ちょっと書いていきますね。それぞれね、まあなんか天才とか真空とか、そんな感じで覚えたと思います。まあこの天台宗の方からね、それぞれちょっと解説していきたいと思うんですけども、なんていうか本拠地みたいなところですね。本拠地みたいなところは、こっち比叡山延暦寺。だから、比叡天才だみたいなね。そんな風で僕覚えてました。比叡天才だっつって。で、それぞれどういうことを思ってたのかというと、この、まず最澄の方は、これ一乗思想。っていう思想があって、何かっていうと、こう、全員悟れますよってことです。要するに。全員悟れるんだと。今までの、こう、奈良までの仏教っていうのは、ちょっとね、差別的な傾向っていうのがあったんですね。まあ、なんか、もともとすげえ人しか悟れない的な、そういうふうな考え方があったわけですよ。そうではないぞと。そうではない。そうじゃなくて、一切衆生、必仏生。これ覚えてますか？大乗仏教の時に出てきたワードです。もう全員、一切っていうのはもう全員的な、もう全て。一切の衆生が、主生は生きとし生けるものすべてです。一切の主生が持ってるんだよ。仏性をってわけですね。で、この仏性ってのは、ほとれ、なんかこの悟るために必要な素質みたいな感じです。この仏性を持ってないと悟れないですね。それをもうみんな持ってるんだと。生きとし生けるものはみんな悟れる可能性があるんだと。いうことで、過去の宗教をえぐいぐらい批判したのがこの最澄です。そんな中ね、こう、最澄と違って、通訳も介さずに、バリバリ向こうの人たちと会話して、こう帰ってきたのが空海です。空海はですね、まあ、その真言宗というやつなんですけれども、これね、真言宗、真言っていうのはこれ呪文的な意味なんですよ。これサンスクリット語でマントラっていうもののもう日本語訳というか漢語訳なんですけれども、だから呪文教、呪文宗みたいな感じなんですよ。だからその名の通りですね、空海のこの持ってきたやつっていうのは、だいぶね、呪文とかそういう風な感じなんですよ。呪文チックな感じ。で、これ本山、高野山、金剛無事で、この人が持ってきた思想は、これ密教ってやつです。これ密教って何かって言いますと、言葉では伝えきれない秘密の教えと。まあ、神秘的な感じです。神秘的な秘密の教え。もう呪文とか。なんかそういう風な感じ。今までとちょっと違ってくるわけですよ、毛色が。これがですね、もう貴族に大ヒットしたわけですよ。え、なんかわかんないけど、それ、すごいねってなってですね、なんていうか密教が流行るんですね。まあ、その後ね、この密教の教えを天台宗も取り入れるぐらいブームになったんですよ。まあそれと対照というかその逆みたいな感じで言われるのは謙虚ってやつですね。これ普通の仏教というか、こう言葉でもう理論上学ぶことが可能なものですね。こうやって勉強するような感じ。そうじゃなくて呪文だ、なんだっていうスピリチュアル的な感じ。これが密教なわけですよ。で、この考え方の根本としては大日如来っていうのが宇宙の本体であると。この大日如来っていうのはですね、なんかこう絶対者なんですけど、まあ、わかりやすく言うと神様みたいなもんですかね。ちょっと神様とは違うんですけど、まあ神みたいなもんだと思ってもらって大丈夫です。この、こういうやつがいるんだと。で、こいつと一体化するぞということを目的にします。それはね、まあ即身成仏みたいな言い方をするんですけれども、この即身成仏。これまあ、そのままの身で成仏すると、仏になるっていう風に書くんですけども、三密の修行っていうのをやって、大日如来と一体化し、生きながらにして悟ると。いうのが、このね、空海がやった、この真言宗のポイントなんですね。それまではもうなんか、こう、死んでその後みたいな話とか結構あったんですけど、そうじゃないと。生きてる間に成仏しなきゃ、何の意味もないだろうってわけですね。確かにそうですよ。死んでからどうとか、うるせえよって話ですよね。だから生きながらにして悟るんだと。この大仏如来、宇宙の本体みたいなものと合体するんだ。一体化するんだっていうね。それこそがまあ空海の教えと。で、この三密の修行っていうのが、それぞれね、これちょっとスピリチュアル的な要素がありまして、手で韻を結び、口で真言を唱え、心で仏を念じると。まあね、それで悟れんのかみたいな感じで、ちょっとスピリチュアル的な感じじゃないですか。呪文言って、なんかこんなんやって、心でなんちゃらして、それで救われんの悟れんのって話ですけど、まあそれ悟れるんだよって言って、堂々と主張したわけですよね。もうこれがヒットしたわけですよ。あとね、空海が言ったやつとしてはですね、あの、マンダラっていうやつがありますね。このマンダラって今この辺の画像を出しておきますけれども、こう、
この宇宙のすべてを、宇宙の真理を表現したものみたいな意味なんですね。これだから真ん中に何かいると思いますけど、こいつが第二次如来なわけですよ。でこいつがこうあらゆるものに、あらゆるものの化身になっているっていう、そういう図ですね。これが宇宙の真理を表すものとして空海が持ってきたやつです。あとはですね、手芸手知院っていう学校も作ります。まあこの辺はね、まあちょいマイナーなんで、心の中に留めておけばなというぐらいな感じです。じゃあ次行きましょう。すいません、ちょっとこう話し忘れたので別日に撮ってます。今回ね、これ神仏集合と。これはもうそのままで、神と仏をね、なんか合体させていったんですよ。こうすることによってね、お互い馴染み深いものになっていったわけです。もともと日本の神っていうのがこう信仰されていたので、それと仏教が組み合わさったら、仏教もすんなり受け入れられていくというような感じで相乗効果を生んでいったわけです。もう日本固有の神、まあそれはアマテラスとかですよ。アマテラスとかそこら辺と仏教を組み合わせた。それが現れた考え方というのが、この本地衰弱説というやつです。まあこれ簡単ですよ。本地っていうのが本体、衰弱っていうのが現れた仮の姿です。でこの本地衰弱説はこの日本固有の神の方が仮の姿で、で仏教仏の方が本体だっていうふうに言ったんですね。要するに本地衰弱説というふうなのがこの神仏集合で現れた考え方です。じゃあ次行きましょう。それじゃあね、平安時代の中期の仏教について見ていきたいと思います。ここはね、ここからね、末法思想っていう思想が出てきます。これ何かっていうとですね、まあこれ藤原氏の勢力が落ちてきて、世の中が全体的にね、不安定になってる時期なんですね。なんだかよくわかんないことになってると。そうしたら、まあなんかこう不安な感じになると。今だってなんかコロナがなんだってなったら、ああもう世の中終わりなのかなとか、ああっつってなんか全体的にこう批判的なね、感覚になっていくじゃないですか。それみたいなことが起きたわけですよ。ああもうダメだみたいな。もう終わりだああみたいな悲観的な思想。そういうのが出てきたんです。それが末法思想です。でこれでね、まず正法っていう時代があると。これそれはもうブッダが死んでから1000年ぐらいの間、その1000年ぐらいの間っていうのはこう教であるブッダの教えもちゃんと生き残ってるし、行正しい修行っていうのも分かってるし、こう正この悟りみたいなものもちゃんと得られる時代でしたと。でも違うんだぜっつって、これが造法、そのブッダが死んでから1000年経った時にもうなんか頑張っても悟れなくなってきたみたいな、そういう風な時代に突入するわけですよ。そんでさらにそのね、1000年後なんとね、この悟りっていうのは もちろんこの段階からなかったですけど、正しい修行とかはもうわからんと、わからんもう無理、ただブッダの教えだけが生き残ってるっていうわけですね。これじゃあ当然ね、別に何やったって無駄じゃないですか。まあ、世の中がね、実際に不安定だっていうことで、いやそれなんかこういうのやっても無駄なんじゃないの的な思想が広がったっていうことですね。こう今まさに末法だって、もうダメだいやー、そういうふうなことですよ。でそれがですね、まあ、転じてどういうふうな思想につながっていくかっていうと、これ浄土教というやつになっていきます。浄土教、これですね、阿弥陀仏の力で極楽浄土へ行こうとするわけですよ。まあ、要するにね、もうダメなわけです。もう世の中もうダメ、あやめだから、こう浄土教、これ極楽浄土、まあ、天国ですね。要するに天国に行きたい。天国に行ったらもう関係ないじゃないですか。今がなんかこんなわけわかんないことになってても、なんとかしてこう天国に行って救われたいぜって。こう自分で頑張って悟るんじゃなくて、これだから正しい修行してめっちゃ悟ってうわってやるのも無理だから、無理だから、この阿弥陀仏っていうね、なんか最強のやつにこう天国に連れてってもらおうみたいな、そういう風な発想が生まれてきたんですよ。もう自力じゃ悟れんと、自力じゃ悟れないからこう何とかしてもらう、この人にみたいな、そんな風な感じですね。でその人物たちっていうのが、まずこれ、空也ですね。で、まあ、空也と、これは、まあ、一の聖という風に呼ばれていたんですけれども、これは踊り念仏を広めた人ですね。踊り念仏、まあ鐘を鳴らしながらこうウェイって言って踊って、こんなやって、まあ、なんとかこう阿弥陀仏にこう救ってもらおうとするわけですね。まあ、こっちと踊り適当ですけど、この適当な踊りで、まあ、救ってもらおうというのが、まあ、空也の思想です。これ、後にね、一辺ってやつが出てくるんですよ。その一辺ってやつが踊り念仏っていうので、インパクト強いもんだから、こっちの空也が踊り念仏を始めたっていうのに、それを忘れてる人がたまにいるんですよ。だから、踊り念仏始めたのは空也だってちゃんと覚えておいてくださいね。で、次、元心です。元心。この元心はですね、これ何なのかと言いますと、これ、オンリエド、ゴング、ジョードという、このね、むちゃくちゃいかついこの8文字を残した人です。あれに似てますね。あの世間故家唯物是心 の聖徳太子のやつ、あいつに似てますね。オンリエドゴング浄土、これまた もっといかついですね。でもこれはね、まああれですよ、末法思想的な感じになってるんですよ、よく見るとちゃんと。わかります、
俺ね、俺このオンリーのオンっていうのがまずこれ嫌だみたいな、嫌嫌だみたいな、そういう風な意味で離っていうのは離れる。でこれ江戸、江戸がこれなんか汚れた土、江戸転生ってやつ覚えてないですか、ナルトで。まあ読んでない方は分かんないと思いますけど、江戸転生っつってね、もう地獄的な汚い場所みたいな、そういうのが江戸っていうんですけど、この江戸を離れ、嫌がって離れる。で求めましょうと、求めましょう浄土。まあ、この江戸っていうのはもちろんね、この今我々が生きてるこの世界ですよ。この今この生きてる世界はもうダメなわけです。もうマッポースト、もう世の中ダメだ、うおーってなってるから、もうそんなところはもうどうだっていい、もう離れる、離れて、で浄土を求める、極楽浄土、天国に行くんだ、こんなとこ関係ない、もう浄土天国に行くんですっていう、それがまあ空原神の話なんですね。でそれ具体的にどうすればいいかっていうと、観想念仏っていうやつを原神っていうのは推奨します。これ観想念仏ちょっと入らないな、ここに一応書きますね。この原神の観想念仏っていうのは、こう要するにですね、念仏をめちゃくちゃブツ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 言わなくたっていいんですよ。心の中で阿弥陀仏のこととか、極楽浄土のこととかを思い浮かべてりゃいいんですよ。それが観想念仏ってやつです。後にね、ブツブツ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうようなやつが出てくるんですよ。そいつは称名念仏、名を唱える念仏っていう風に対比されてますので、まあ、ちょっとね覚えておいてくださいという風な感じです。まあ、これで、ね、今回平安時代の仏教の話では終わりです。気づいたかもしれないんですけど、これどんどんね民衆に降りてきてるんですね。仏教っていうのがどんどんこうたくさんの人たちを救う方向っていうのに向かっていくわけですよ。例えば最澄はもう全員救えるように一乗思想っていうのを唱えたわけですし、ここで空也っていうのはいろんな人を救うためにこう踊り念仏とかをして皆さんに広めようとしたわけじゃないですか。やっぱりこうみんなを救うためにどうすればいいかってことをちょっとずつね考え出してきた時なんですよ。これが一気に加速するのが次回です。次回の鎌倉新仏教、これはもう完全に民衆を救うための仏教なんですね。もう元の宗教の考え方と違うじゃないかとか、そんなのはどうだっていいんです。そういうところじゃない、本当に実際に大事なのは民衆が救われるかどうかと。実際にちゃんと仏教を理解している人たちが民衆を実際に救うにはどうすればいいか考えた結果の実践的な方法、それこそが鎌倉新仏教なんですよ。ここ実はめちゃくちゃ面白いところなので、ぜひお楽しみにしていてください。お疲れ様でした。今まで見てくれてありがとうございました。もう本当に、ね、日本思想になると突如漢字が多くなるので、すごい嫌だなって思う方もいるかもしれないんですけども、一個一個の意味みたいなのがね分かれば実は意外と覚えやすかったりもするので、バイオハザードの最初のところの声真似します。バイオハザード4、僕が好きだったのは4ですね。